皆さんこんこにちは今回のテーマは長距離走マラソンで楽に走る一つのコツということで総技術の話になりますあくまでも一つのコツということでいろいろある中の一つではあるんですがその中の一つとして挙げられるのは水平方向の動きをするということですでこれを詳しく説明する前にまず基本的な原理としてこの物理空間には3次元ありますよね 高さ、左右、それから前後。この3つの、まあ、次元があるというふうに理解されます。で、えー、長距離走マラソンの場合は、左右っていうのはあんまり考える必要がありません。もちろんその左右っていうのも使わなくはないんですが、基本的には考える必要はないというふうに思ってください。でそうすると、使う次元っていうのは、上下と前後。この2つを考えることになります。 でそれからもう一つ考えてほしいのは今物理空間全体の話をしましたがそれに加えて人間の体っていうのは関節以外は曲がらないということを理解してください関節以外の部分は曲がらないしもう一つ言うとその関節っていうのは各関節に応じて動き方っていうのがほぼ決まってます まあ体が柔らかい人もいれば硬い人もいるんで、えー、多少の違いはあるんですが、まあ、だけどそれだっておそらく軟部組織、まあ、要は筋肉とか人体ですね、えー、筋肉とか人体が硬いからこれ以上は動かないっていうのはあると思いますが筋肉とか人体とか,とか腱とか全部取り去って本当にあの骨骨マンにしてしまえば多分関節って誰でもあの同じぐらい動くと思うんですよね。 で、その関節の動きが決まってるってなった時に、肩関節と股関節だけは旧関節なので、比較的自由に動かす、動くことができるんですが、それ以外の膝関節と足首関節っていうのは曲げるか伸ばすかの2択しか使い方がないということを理解してください。だから、例えば膝が外に開いてるとか、膝が内に入ってるとか、言いますよね。だけど、膝を外に開こうと思ったら、股関節を外側に回してるんですよ。 膝を外に開、膝関節を外に開いてるわけではなくて、股関節を外側に開いて、膝を外に開いてるんですね。だから、その人間の体で、特に下半身に関して言えば、股関節は比較的自由に動きます。で、次、膝関節と足首関節っていうのは、かなり動きが決まっているというふうに理解をしてください。で、そういうふうに考えていくと、実は走りっていうのは、まず左右はほとんど使わないので、上下と前後。 まずこれ、これしかほぼ考えません。で、えー、腕も振りますが、実際に地面に力を加えてるのは足ですよね。まあ、下半身と言ってもいいですが、下半身の動きの方が腕の動きよりは大きいですよね。で、それで、下半身に限定してみたときに、股関節っていうのは比較的自由に動きます。だけど、左右っていうのはほぼ使わないので、実は股関節も、あの、曲げるか伸ばすかのほぼ二択なんですね。 左右を使うっていうことになると、股関節を回して外に開くとか、あるいは内側に、何て言うんですか、内側に傾けるとかっていうこともあるんですが、基本的にはカーブとかではない限りは、あの、股関節も実は曲げるか伸ばすかの二択なんですよ。だから、走るっていうものを考えたら、前後と上下、そして、股関節、膝関節、足首関節、この三つの関節を曲げ伸ばしする。この組み合わせでしかないんですね。で、この組み合わせを作ろうと思った時に、 まず、えー、考えることは、膝をどこまで高く上げるかっていう話が一個出てくるんですね。使い方としては。膝をどこまで高く上げるか。そして、えー、体の前においては膝をどれだけ高く上げるかであり、体の後ろにおいては、今度かかとをどれだけ高く上げるかっていうのがあります。まあ、要は引き付けと呼ばれる動作ですね。膝関節を深く曲げれば、かかとがお尻の方についてきますよね。 一方で、膝をあまり曲げなければ、かかとっていうのはあまり高く上がりません。だから、体の前面においては、膝をどれだけ高く上げるのか。そして、体の後面においては、かかとをどれだけ高く上げるのか。つまり、膝関節をどれだけ深く曲げるのか。まあ、このあたりが大きく分けると考える要素になってきます。で、足首関節っていうのは、あのー、固定した方がいいっていう人もいますが、長距離層は柔らかく使うのが基本です。 短距離みたいに地面からの反発を大きくしようと思ったら足首関節を固定する必要があるんですが、長距離走の場合は、まあ言ってもそこまでペースが速くないですから、基本的には足首関節はなるべく柔らかく使うというふうに覚えておいてください。で、そうなった時にですね、長距離走マラソンで楽に走る一つのコツとしては、 水平方向の動きを大きく使うということを私は言ったんですが、それはつまり何を意味しているかというと、まず第一に、膝はあまり高く上げないということですね。膝はあまり高く上げない。で、それから、あの、で、膝を高く上げるっていうと、膝っていう言葉が出てるんですが、実は膝を高く上げるときって、股関節を曲げてるんですよ。これ股関節の屈曲なんですね。だって膝曲げたって、膝は上がりませんよね。膝の位置を高く上げようと思ったら、股関節の屈曲なんです。 だから膝を高く上げるってことは股関節を深く曲げるってことなんですが、要は股関節はそんなに深く曲げないでくださいってことなんですね。で、次に膝関節なんですが、膝関節は柔らかく使います。つまり固定しない。で、これどういうことかっていうと、膝下を前に振り出すということなんですよ。膝関節を90度以下に保つことを膝を締めるというふうに言います。 ただ、長距離走マラソンでは膝は締めて使う。つまり固定して使うよりは柔らかく使った方がいいんですね。足首関節と一緒で柔らかく使います。要は膝下を前に振り出すということです。で、膝をあまり高く上げずに、まっすぐ前に股関節を動かして、で、その後膝下をやや前に振り出します。で、えー、基本的にはかか,とから地面に設置します。で、その後スムーズに体重移動して、そのまま足を後ろに流していくんですね。 つまり、かかともあまり高く上げません。つまり、膝関節はあまり深く曲げません。そうすることによって、水平方向の動きが出てくるんですね。で、水平方向の動きをこうやって作ってあげることによって、何が生まれるかというと、接地の衝撃が少なくなります。あの、ランニングってあらゆるスポーツの中で、一番内緒が多いスポーツに近いんですよ。 まあ野球のピッチャーとかも内緒多いですけど、ランニングもやっぱそれに近いぐらいやっぱ内緒が多いんですね。で、その一番の原因って設置の衝撃なんですよ。だから同じ時休憩スポーツでも水泳とか、えー、バイク、あと自転車ですね。自転車とかに比べると、 その故障のリスクっていうのが高いんですね。まあ、強歩と比べてもいいですが、強歩と比べても故障のリスクは高いです。で、その理由は設置の衝撃なんですよ。で、設置の衝撃が大きくなるのは、その上下の動きを大きく使ってるからなんですよ。要は上から下にバーンと足をこう叩きつけるような動作をしてしまうから、設置の衝撃が大きくなるんですね。 短距離とかであれば、その走る距離が短いので、えー、設置の衝撃が多くなってもいいから、大きくなってもいいから、まあ、速度っていうのを優先させていくんですけど、長距離走マラソンの場合は、やっぱ走る距離が長いので、疲れないとか故障しないっていうのが、走力向上にとっては非常に重要になってくるんですね。だから、その、地面に伝える力は小さくてもいいから、小さくてもいいというか、小さくならざるを得ないですよね。持給系スポーツっていうのは長時間動き続けますから。 だから、それよりも優先順位としては、設置の衝撃を小さくするってことの方が重要なんですが、その設置の衝撃を小さくするには、水平方向の動きを使うことが重要であり、イメージ的に言えば、地面を撫でているようなイメージです。上から下にバーンと叩きつけるんじゃなくて、なるべく水平方向の動きを使って、地面を放棄で吐くようなイメージですね。 低い位置で地面をはく、あの、なぜるような、そういう体の使い方っていうのをしていくと、まあ、比較的楽に、そして故障しにくく走ることができるようになっていきます。で、そのポイントとしては今言った通りですね、膝を高く上げない、膝下を前に振り出す、それから設置したら、なるべく滑らかに体重を前に移動させる、そして、足が体の後面に行った時には、かかとをあまり高く上げないということですね。逆に速く走りたかったら、 今言ったこと全部逆にすればいいんですね。膝を高く上げる。そして、上から下、真上から真下に足を、まあ、言ってみれば叩きつける。そして、体の後ろに足が行ったら、かかとを大きく上げてくる。つまり膝を深く曲げていく。だからラストスパートとかはそうやってかけていけばいいのかもしれませんが、長い距離を走るときには、それと反対の動きをしていくということですね。 というわけで、えー、今回の内容は以上です。最後に長距離走マラソンが速くなりたいという方にお知らせです。これまで私が長距離走マラソンが速くなるために学んだ様々なことを A4 約580ページにわたって書き連ねたランナーズバイブルという書籍があります。長距離走マラソンが速くなりたい方のうち、まだランナーズバイブルを読み慣れていない方は必ず動画の概要欄の、えー、動画の概要欄をご確認ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。 For I've been flying from town to town.